ね、あそこ見えとないやつ、よかったね、ここに行くと見えとなんか今日曲がった一番で曲がらないかもしれない。うわ、こいつずっとすぐ曲がってっちゃうからね、もしかしてそっちもよ、これがこっちプレートの方が曲がるね。いや簡単には丸のこの場合は丸なのに、やっぱりどうせ、いやいや、こうプレート方が曲がってきた、これがこう元が曲がって、まずそれが曲がって、ちょうどよ、あすけ生コンのアヤンが走っとって知られたので、ね、横に下にさ、こいがほぼかな、どうやって戻す、外して叩かない、まっすぐ食べる、強く曲がったっけ、結構曲がって深夜どんかく持ってたろ、ね、13、14番貸して12は乗っとったらどういうこと、曲がっと、こんな音、これ大体まっすぐだよね、それが正座、カカさんね、うん、明日神殿代かからすと、もう代もらうと、あ、ハンマーある？誰もらせんなら、こんな音とかかるね。うん、かる、もう。ここもあるかも、終わらせだね。うん。お高いっすね。もう高い、買って。まあ、深夜と、もう塩ずるまで帰られるなら買ってよし。うん、そして楽天のバター。昼明けにちょっと電話してみないよね。楽天も今がいいかもしれない、休みじゃ。そうそう、休み日が取ろうかな。何年乗っとんね、乗せとらん、半分は乗っとらんね、金槌は持って、金槌は乗っとかって、セットまではなかなか乗っとらん、それがよかろう、それがよか、木の上で線じゃないじゃろ、コンプリの上でもある、これよか、少し曲がった、少し曲がってるね、まっすぐになるかどうかよ、操作問題だ、なんか包丁作りんごち、ハハハ。
入り口のとこや。周りに聞こえてくる。チェーン街ばっとるやん。朝早かったらトップ行った。いや、せん朝早かや、せんだろ。昼帰ってるけん。あ朝。昼はもう塩ずるで。塩ずるで。よかった、塩ずるでよかった。どうせ明日電話するやろ。いつの日に都合で。まっすぐんだかも。まっすぐっていうか、なんかポコッとしたことこれがこう、やっぱもう。そんなもん、最初から溶接見たらこのくらいの角度でできたんですよ。まっすぐじゃなかろうか、ここに溶接。ちょっと斜めに。斜めにわざとしてやろうじゃん。どうせ変えれちゃうの？変えるの？そのまんま？これが変えたちゃう。お前調子悪かった。また叩きまぐばかちゃん。よかごってなるごて。そっちの方が。ようなる方向にまぐっちゃう。調整されちゃう。あんまりないっちゃう。調整しろ。これは杭だけはある。前とはね、ここのね、これは回る。曲がることはできないと思って、これ多分、これ今とないことだっけ。そういうのは良かったけどね。今はそれがないことだね。いらんて、引っ張っちゃう。まあね、あんまり神経ね、そこまで。分かる。場所が。中さんと。高さん違う。上出てまっすぐのところですよ。一回出る？いや、まあ、このまま張る。大体のところで。ここもあんまり。ああ、ここはよ。こういうのはあんまり関係ないけ。倒れとらんけんか。そうそう。倒れとっときがあいか。張っとっときがあいか。そこまで関係ないけ。もちろん上。上か？そういうの分かんないの。だいたい元には戻っとる。うん。ティッチだいたい音結構今ないし。あ、もう5時。もうせなと？うん。早さだよ。早さ。マジ早さ。だ今日何時まで知ったよ？7時？終わるまで。7時までは入店なんで。ああ、それギリギリぐらい。ま、終わるがそこで終わり。不思議みなんだ。今日は。
ハプニングになる。やおさすがにここやな。